ボルボ140シリーズは、スウェーデンの自動車メーカーボルボが1966年から1974年まで生産した乗用車である。エンジンや足回りなどの機構面では先代に当たるアマゾンを踏襲したが、ボルボ車の特徴としての安全性を従来以上に前面に押し出した設計となり、アマゾン系とは対照的に角張ったボディは前後にクラッシャブルゾーンが設けられ、 分厚いドアに象徴されるように、側面衝突時の安全性も大幅に強化され、片方が故障しても80%の制動力を確保できる2系統式の4輪、ディスクブレーキや衝撃吸収式、ステアリングコラム、新しいシートベルトのロック機構を全車に装備するなど、自己回避能力も強化された。また、シリーズ名、エンジン機動数、 ドア数を3桁の数字で示すネーミング方法を初めて採用。この手法は、その後、ドア数の区別をやめて、最後の桁が例になったものの、基本的には1990年代半ば過ぎまで、踏襲された。当初は4ドアセダンの144と上級の 144S の2車種でスタートしたが、1967年に、ステーションワゴンの145、 1968年に2ドアセダンの142を追加した。また、同年にはフロントエンドを延長して直列6気筒エンジンを搭載した高級版の164が派生した。1970年や秋には1971年モデルとしてマイナーチェンジを受けて縦縞の黒いフロントグリルが与えられ、エンジンが B20K2000cc に拡大された。 また、グレード名称が DL と GL の2本立てとなった。1973年モデルでは、フロントグリルが格子になり、ダッシュボードが刷新された。最後の1974年モデルでは、主力輸出先の米国の安全基準に合わせ、衝撃吸収バンパーが全世界向けに標準装備された。1974年秋。 特に前後の衝突安全性をさらに高めた、ボルボ240シリーズにモデルチェンジするが、140シリーズの基本的な設計は1993年に240シリーズが生産を終了するまで踏襲された。140系の累計生産台数は523,808台であった。日本にも当時のボルボ輸入代理店であった、北欧自動車によって、 多数が輸入され、柳瀬が販売した。北朝鮮は1970年代初頭に144型汚染台輸入。一部は2014年現在も平壌市内でタクシーとして稼働している。ありがとうございます。